ナンバーアイ、ナイロンジャパングローブルイシュー04の表紙でファンを感激させる。ファッション誌ナイロンジャパングローブルイシュー04でのナンバーアイの W 表紙がファンに感激。日本のファッション業界における注目すべき瞬間が迫っている。 11月15日に発売されるファッション誌、ナイロンジャパングローブルイシュー04が日本の音楽グループナンバーアイを表紙に飾るという驚きのニュースが9日に発表された。このグループは所属事務所、トベから誕生した3人組で、彼らのファンはこの出来事に興奮と感激を隠せない。胸熱い縦読み、メッセージ。 ナイロンジャパンは、表紙解禁の発表を X、旧ツイッター、よび公式ホームページで行った。この発表は一部の不自然な改業を含む文章が含まれており、ファンたちはそれを、縦読み、として発見しました。これにより、グループ、ナンバーアイ、へのエールがファンから送られた。X 上での発表には、表紙解禁。 1115、ッション、チ <music> ャッパン、イロン、ジャパングローブル、イシューにて、平野市、洋人宮歌、宮司、ん、ぐうの、ん、うナンバー、あい、悪の、角力で、ラブ、紙表、初登場、登場。という告知が含まれていました。その後、さて、その内容は、お届けしたいことが、多々あるのに、今は、文字数が、この詳細は、ウェブで 36P のラブレターを受け取って、と綴りました。 この縦読みメッセージにファンは反応し、縦読み今回もやってくれたんだ。またしても縦読みなくない論の縦読みはいつも愛、縦読みが最高、など胸熱すぎる、と感激していました。この特別な縦読みメッセージはファンにとってナンバー愛の再出発への期待と興奮を高めました。平野紫耀の頑張れメッセージ。 ナンバーアイのファンにとってナイロンジャパンの表紙は特別な意味を持っています。昨年11月グループキングピンスからの脱退を発表した平野市用26は同じくナイロンジャパンの表紙に登場しました。その際、X 当時はツイッター。 上で、頑張れ、という縦読みメッセージをファンに送り、彼の新たな始まりへの応援を表明しました。このメッセージはファンにとって忘れられない瞬間となり、ナイロンジャパンとナンバーアイの関係はさらに特別なものとなった。ファッション誌、ナイロンジャパングローブルイシュー04がトレンド入り。 この注目すべき表紙予告を受けて、XA でナイロンジャパングローブルイシュー04はトレンド入りしました。これはファッション誌ナイロンジャパングローブルイシュー04に対するファンの期待と関心が非常に高いことを示しています。 この号が日本の音楽シーンやファッション業界にどのような影響をもたらすのか、そして No.I. がどのようにファッション界に新たな風を吹かせるのか、ファンと業界関係者は注目しています。No.I. のプロフィールと成功の背後にある要因。No.I. は日本の音楽シーンで急速に注目を集めている3人組の男性アイドルグループです。 彼らは所属事務所、飛べから誕生し、そのカリスマ性、歌唱力、そしてファッションセンスによって多くのファンを魅了しています。ここでは、彼らのプロフィールと成功の背後にある要因について詳しく見ていきます。平野仕様、平野、平野ら仕様は、ナンバーアイのメンバーの一人で、グループの中で最も知名度の高いメンバーの一人です。 彼は1997年に生まれ、俳優としての活動でも成功を収めています。彼のキャリアは、キングピンス、時代からスタートし、その実力と魅力によって多くのファンを引き付けました。神宮寺優太優太キャジムユうら、神宮寺優太はもう一人のメンバーであり、彼のダンスの腕前は特に称賛されています。 彼はグループのパフォーマンスに独自のエネルギーをもたらし、彼らのステージを躍動させています。岸優太、優太ユー優太はグループの中で最も若いメンバーの一人ですが、彼の個性的な魅力と才能によって多くのファンを魅了しています。彼の楽曲への情熱と熱意は、彼の成長する人気と認知度につながっています。 11月15日に発売されるナイロンジャパングローブルイシュー04の表紙を飾るナンバーアイは彼らのファンだけでなくファッション業界全体の注目を集めています。彼らの縦読みメッセージや熱狂的なファンの反応は彼らが日本の音楽シーンにおいて特別な存在であることを示しています。 今後の彼らの活躍にますます注目が集まることは間違いありません。